みんなにね、今から見せたいと思います。あ、お山座りできてるかな、かっこいいかな。みんな見えるかな。見える。節分、明日2月3日は節分です。今から節分のお話をするよ。昔はね、寒い冬が終わって次の暖かい春が来る日を一年の始まりと決めていました。この春が来る日の前の日を節分と呼びます。この節分に悪いことが起こってくるのが誰？この節分の日に悪いことを運んできちゃうのがお兄さん。お兄さんを退治するにはどうしたらいいかみんな知ってる？豆まき。お兄さんの嫌いなものわかるかな？豆。お兄さんは豆とイワシ、ね、ヒイラギが大の苦手です。ね、お豆。お豆苦手なんだって。これね、お豆。お兄さん、これが苦手なんだって。あとは？これは？イワシ。ヒラギ。そうそう、ヒイラギ。ね、これが苦手なんだって。お兄さん、お家の中にお兄さんが入ってこないように玄関にイワシとヒイラギのヒイラギイワシっていうのを飾ります。このね、豆のね、殻の音とあとはイワシのね、頭を焼いた匂いと煙がお兄さんを近づけなくしてくれるんだって。じゃあこの豆を投げるときは、お兄さんをこうやっつける豆を投げるときはなんて言う？みんな。そう、正解。兄は里、福は内って言うよね。悪いお兄さんはお外に追い払ってみんなの幸せが入ってくるようにっていう意味だよ。みんなの中にさ、えいえいっていうな、キムシお兄さんとか、ブンブンとかいうコリンボお兄さんとか、いやいやいやの、いやいやお兄さんとかいない？大丈夫？ね、みんなの中にいるお兄さんもやっつけられるように、大きな声で、お兄はセタ、くわー、うちって言いながら、まめまきするんだよ。はい。ね、豆はね、みんなの年の数だけ食べるんだって。福豆って言います。豆まきに使う豆のこと、福豆って言います。年の数だけ食べると体が丈夫になって元気に過ごせるよって言われています。最近はね、節分の日に恵方巻きってみんな食べたことある？うん、恵方巻きを食べたりします。
年の縁起のいい方向に向かっておしゃべりせずにお願い事をしながら丸かじりするとお願い事が叶うんだって。ね、今まで豆まきのお話したけどみんな分かったかな。みんなの中のお兄さんもやっつけて楽しい節分にしましょうね。あーしまーい。強いぞ、強いぞ、10年履いても破れない。強いぞ、強いぞ、かっこ、かっこ、いい。
じゃあ、みさとりさんの
豆もらってくるね。わあ、やったね。こちらでお願いします。いただきます。頑張ろうね、りさちゃん。やった。じゃあ次は、さいぐみさん。はい。あ、ゼロ入れます。じゃあ、こちらお願いします。みんな頑張ろうね。じゃあ次は0歳組さん。バイバイ。